こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、カウベルを使ったパターンを紹介してくださいということだったので、いくつか紹介したと思います。まあ、一番僕が最初にカウベルのパターンでかっこいいなと思ったのは86のラテンですね。パラパラディドルでいきます。パラパラディド、パラパラディドで、足は最初の2発右手についていく。で、これハイハットが、ハイハットがこうタタ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 、86なので3音のノリでこうやって踏めるとかっこいいかなと思います。これ一番使い勝手がいいんじゃないかな。これそのハイハット、最近の曲多いでしょ。キングヌーさんの曲とかね、あとそう、ヒゲダンの曲とかもね、結構す跳ねてる曲、多分この世代の子たちみんな結構古いファンク系よく聴いてるんだろうなとすごく思いますね。めっちゃ勉強してるって感じがしますね。なのでこういう跳ねてる、というような感じで練習してもらえばいいかなと思います。これ1個ですね。ロック系の人が使いやすいと思った、多分インワードパラディドル、でこれ書いておきましたが、ツタタツタツツタ、これそのままこのままのファンクっていうか、まあ2-4で、ないんですけど、パルスが短いでしょ。だから、ここですね。この2小節目の裏間、ここの場所はどっちでもいいです。なくてもかっこいいしね。で、これカウベルだった方、というような、カウベルだった方をタムに移動したりとかするとちょっとかっこよくなります。これ結構使い勝手がいいんじゃないかな。2つ目でした。普通にラテンのパターンをこのカスカラってやつ、これラテンをやってる時にいいんじゃないかなと思うんですが、ちょうどタム、カウベルここに置くとこのクロススティックが大変なんで、カウベルこっちに貼ると楽なんだけどね。ポイントはですね、カンカン、ここにアクセントがあると、例えばライドに行った時も、これね、全部みんなフォルテで叩くんですよ。もう譜面通り一生懸命は伝わるんだけど、なんかこう抑揚がなくなっちゃうので、ここのアクセントって結構ポイントですね。で、ジャズ系の人たちがよく使うな、で、足のパターンはラテンの時はこ
しておきました。でラテンの人は今度表抜いちゃう、うん、これコンガの第二がこういうパターンを叩くのね。そうするとハイハットに言うんですとジャズっぽいのでラテンにしようと思ったら表でまあ表やるのクラッシュはラテンの場合はという具合に。クラッシュは裏拍にしてなんかシンコペーション通り抜けるのがかっこいいと思いますが、ラテンの基本のパターン2つご紹介しました。カウベル使うっていうと頭に使うとソンゴっていうのが、これもスネアが、これは思いっきりアクセントで歌ったのとこは、2箇所出てくるけど、おここちゃんとアクセントつけることね。ここはなしで、こうやってやるとちょっと回転する感じがね、よくいるんだけど、こうするとちょっとトゥーマッチな感じ。ハイハットは2-3の比べを踏むと、なんかをやるとかっこいいかもしれないですね。で、ソングのパターンのちょっと変な、これかっこよかったんでちょっと持ってきました。トゥッとでツッツッ、ここツタッとツッツッにすると、でハイタムに行って、ゆっくりやと、ここが泣かせますね。クラッシュいけないしみたいな感じですが、これかっこよかったので、ソンゴのパターンを持ってきました。はい、モザンビーケってやつですね。これがガッガットがすごくよく使うんですけど、これ僕あんまり使わなかったんですけど、これって右手のパターンはラテンの時のこれなんですね。基本パターンが、まあ、教本に載ってたやつ、ダンダン、かっこいいですよねこのパターンね。ガットはなんか左手をってんですよね。ポイントは最初の3つは最初、次は真ん中、ここにアクセントをつけてました。あとちょっとかっこいいですよねこのパターン。なかなか僕はあんまり身についてないですね。なんかバスラとかだんだんこれ足していく感じなんですけど、でバスラをいろんなところ足すんですけど、めっちゃ難しいんですね。で、教本に載ってたパターンを持ってきました。この間全部埋めて、頭のアクセントはだからバスラでつける、これかっこいいですね。なんかちょっとライブで使えるようにしようかなと思いました。でこの裏裏でバスラを
ゆっくりね、せー、タタ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 、このカウベルが後半がカウベルが2つなのに、ここは難しい。難しいですね。でもまあこれその辺全然使えそうなんで、なんかかっこよく使えたらいいなと思って、今後ちょっとカウベルをライブに持っていこうかなというふうに思いました。これを機に。カウベルってめちゃくちゃこうね、アトラクティブっていうかね、ものすごくこう気を引く感じの音ですし、かっこいいよね。明日の関係がすごく難しいのと、まあラテンの元々のやつっていろいろ本当にややこしいんだけど、いろいろありますけど、まあとにかく今の形でハマってればいいのかなっていうふうには僕は思っています。なのでトラディショナルなやつをやるんだったら、もっと丁寧に足を表抜いたりとかするんですけど、使えそうなパターンをいくつか紹介してみました。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。